はい、皆さんどうもピーマンでございやす。てなわけで今回からですね、ゼルダの伝説ムジュラの仮面の実況していきますよ。これからね、楽しく現金実況したくさん動画出していくので、もしよかったら皆さん見てくださると嬉しいです。ちなみにね、ムジュラの仮面はピーマン初見プレイになりますね。他のゼルダシリーズと違ってちょっとホラー要素も入ってる的なことを聞いてるのでね、ピーマンホラーは苦手ですからね、夜出れませんからね。私7時から夜外出ることできないからね、怖くて。西野カナじゃないですけど、怖くて震えてますから、お願いしますよ。まあまあ元気に楽しくやっていくので、もしよかったら見てください。そしてね、このムジュラの仮面の動画投稿日にですね、同じ投稿日の日に、他のゼルダシリーズの実況動画も出します。もう一つは時のオカリナ、もう一つは風のタクト、こちら、そしてムジュラの仮面、この3つをね、実況していこうかなと思いますので、皆さんもしよかったらね、2つの実況動画も時間に余裕あったら見てくださると嬉しいです。じゃあ早速ですが、始めていきましょうかね。これ基本下画面は表示しないのでね、こう下画面も表示できるんですけど、上画面表示のみでやっていきたいと思います。場合によっちゃ下画面も表示しますが、やっていこう。名前を入力ですね。名前はもうリンクのまんまでいいでしょ。俺自分の名前とかつけないからね、よろしくね。自分の名前つけちゃう人いないでしょ。リンクでいいんですよ、物語に入り込めないからねそんなことしちゃうね。ハイラルに伝わる王家の伝説、そこに一人の少年が登場する。巨悪と戦いハイラルを救った後、彼は伝説から姿を消した。時を超えた戦いを終え、彼は人知れず旅に出た。旅に出ます。冒険の終わりで別れた、かけがえのない友を探す旅に。友を探すんですか。ほうほうほう。ってことはこれ時系列的に時のオカリナの後の話になりますよね。続きって言えばいいんですかね。はあはあはあ、時のオカリナの後の続きのストーリーですね。いきなり暗い森の中、雰囲気悪いなリンク馬に乗ってますね。子供リンクですね。この馬の音もいいね。パカラパカラパカラ。お、いきなり妖精じゃないか。ナビか。ナビじゃないよね。この妖精は何なんだ。なんでこんな薄暗い森歩いてんの、リンク。暗いよ、もっとポジティブに行こうぜ。イェイイェイイェイ、走り出せ。もういいや、やめときましょう。キノコ生えとるね。思いっきり木にキノコ生えとる。絶対毒キノコだよね。間違いなく毒キノコだよね。この妖精は何なんだ。あ、近づいてきた。What?馬にタックル。そしてリンク落とされる。倒れてる。What?いろいろと、怒りすぎてわかりません。ああ、なんか、わあ、怖い。奥から不思議な仮面の、謎のやつが現れた。笑ってる。なぜかものすごく笑ってる。ヒヒヒ、お前たちうまくやったな。あ、これはこいつの妖精だったんだね。何かいいもの持ってねえか?持ってそうか?あれ、こいつ。まあいいか。まあよくねえよ。まあいいかじゃねえんだよ。よくねえよ。どういうことだよ、いきなり。いきなり気絶するってどういうことよ。そんなゲームありますか?いきなりリンク気絶しとるからね。蹴られてる。蹴られた。探られてる。やめて!やめて!探らないで、何もないから。あ!オカリナが!綺麗なオカリナ。ねえ、スタルキット僕にも触らせて。なんか笑ってる。なんで笑ってんの?ツボ浅すぎでしょ、こいつ。どんなツボの持ち主だよ。笑う要素まるでないよ。ひどいね。そんな仮面つけたまんま笑わないで、怖えよ。不気味だね、やっぱ。ムジュラの仮面。あんたはダメよ、トレイル。落として怪我でもしたらどうするの。危ないから触っちゃダメ。あ、これは弟と姉なのかな。だけど姉ちゃん、僕も触りたい。合ってるね。この妖精は弟と姉ですね。紫が弟。姉が白ですね。リンク復活です。うるせえな。なんで笑ってんだよ。見てるよ。見てるよ。見たよ。もう見たよ。遅いよ。何?あ!馬に乗られた。まずいまずいまずい。リンク捕まえろ!あ、なんとかなんとか足持ってるね、相手の。いかんぞ、ここで逃したら、オカリナが、馬も、いろいろとやばいやばいやばい。
いきなりすぎる展開いきなり冒険が始まったよ。びっくりしたわ。話すんじゃないぞリンク、絶対話すなよ。あうちお前が、あいつ腹立つわあいつ腹立つ、笑うな笑うんじゃねえよ、舐めてんのか。まずいな、オカリナも馬も全部奪われたよ。リンクいきなりやられすぎでしょ。お前結構すごいやつだろ、地球救ったんだろ。オッケー、これ動けるようになりましたね。現在下画面にはこんな感じで表示されてますね。はいはいはい、アイテムのあれですね。まあいいや、上画面のみ表示でいいでしょう。追いかけよう追いかけよう、許さんぞ。あ、いきなり剣も持ってるんだね。あ、いきなり剣も盾も全部持ってる、いいじゃないですか。あ、なんか看板あるよ。知ってるかもしれないけど、基本的な動きのおさらい。とカーソルパッドで移動、 B で剣を振る。ちょっとした段差なら、カーソルパッド入れっぱなしで登れます。高くなったところは L を入れながらジャンプ、深い谷など落ちたらやり直し。いや、やり直しじゃねえよ、やり直せないからね本来は本来はやり直せないからね。ジャンプいいね、ジャンプ。おお、なんかジャンプのバリエーションが増えてるね。何何何、余裕あるね。なんでリンクこんな余裕持ってんの、腹立つわ。あーうち、あかんリンク、うわーじゃねえうわーじゃねえ、死ぬ死ぬ死ぬ、あかんあかんあかん。いきなり深い谷底落ちて、なにこれ、なんかいろいろと変なアイコン的なよくわからないものが表示されてるよ。いきなりカオスだね。落ちてきた、よくわからない植物の上に。あ、見つけた見つけた、いたね。なんだあのバカ馬、全然言うこと聞かないな。誰だよこいつ、あんなん乗ってても仕方がないから捨てといてやったよ。捨てといた？馬が捨てられた、オーマイガー。なんだその顔は、せっかく遊んでやろうと思ったのに。今のオイラン勝てると思ってるのか、マヌケなやつめ。うわ、怖い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 、なに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 これ。すごい頭カクカクなってるよ。カカ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 ーなってるね。怖えよ、その動きやめて。一回一回怖いからやめてほしいね。何これ、ちょっと始まったよ、なんかムービー的なものが。すごい真顔だね。おお、これはあれ敵だよね、ちょっと名前忘れたけど、そいつに囲まれてる、気持ち悪いわ。なんかちょっと不安を煽るね。うわー、おでかい、怖い怖い、なんだこのゲーム、怖すぎんだろ、ホラーゲームじゃねえか。おお、リンクの姿が、あいつになってるね、この敵キャラクターに。どういうことだ、ヒヒヒ、なかなかユニークな姿だ。お前もずっとその姿でここにいろ。またんかい、ちょっと待って、なんでリンクの姿が変わってんの。やめろ、妖精、痛い。後ろ向きのまんま言ってるね。マイケル・ジャクソンのムーンウォークかよ。ね、姉ちゃん！あ、弟と妹が、行き離れたよ。あ、待てよ、スタルキッド。私がまだいるのに、トレイル行っちゃダメよ。開かない、開かない、開かない、開かない。ちょっと、あんたを相手にしてた弟とはぐれちゃったじゃないの。どうしてくれるのよ。知りません。私も助けてください。こんな姿になりました。何よその顔は。いや、この顔は言われても、この顔にされたんだけどね。私の顔なんかついてるわ。あんまジロジロ見ないでよ。見る部分そんなないけどね。羽と球体しかないから。で、それよりもあの扉どうにかして開けなさいよ。か弱い女の子が頼んでるのよ。早くしてよ。女の子。私の前には羽生えた球体しかいませんけど。あーん、取れる。あの子一人で大丈夫かしら。シスコンってやつ合ってるかな、シスコンで合ってるかな、これはまた変わってくるか。オッケーオッケー、いけるようになったね、動けるようになったよ。かわいいこのリンク、かわいいじゃないか、なかなかキュートだね。いやいや、でもこんな姿で冒険するの嫌だからね。追いかけようよ、サルキット許さんぞバカ野郎。たたた、すごい勢いで行くんです。どこ行ったんだろうあいつ。待てよ、置いていかないでよ。ねえ、さっきのことは謝るからさ、一緒に連れてって。あ、キャラ変わったね、急に。あんただって、さっき逃げたスタルキッドのこと知りたいでしょ？知りたいです、教えてくれ。私、あいつの行きそうな場所、心当たりあるわ。
私を連れて行った方が何かと役に立つわよ。だからお願い、年齢いいでしょう。どうしたんだよ、急にキャラ変わりまくりだな。ブレブレじゃねえか。はい、決まり。腹立つわ。じゃあとりあえずスタルギッドを捕まえるまではあんたの相棒になってあげるわ。私はチャットですね。おいえ、そうと決まった。グズグズしないで急いでここから出るのよ。もし何かわからない、わかったことがあったら十字キー右で教えてあげるから、それまで一人で頑張りなさい。頑張るんかい。OK。一人で頑張りましょう。何そのリンクのリアクション。ん？何これ？もう呼んだらすぐ右十字キーで押す。そうそう、あんたまだデクナッツ、あ、そうだ、デクナッツだね。こいつの、この名前はデクナッツだ。の体慣れてないでしょ。いい、よく聞くのよ。デクナッツな、このデクの花の上で A を押せば潜ることができるのよ。そしてしばらくして A を離せば大きくジャンプ、飛んでる時に A で落ちる。あと飛んでる最中に R で視点を変えられるから飛びやすい方でやりなさい。わかった。はい、わかりました。本当にわかったの？それともう一つ、地上にいる時は A を押せば回転アタックができる。あ、回転アタック、何それ、やってみようか。おお、本当だ、なんかなんかキラキラが出てる。なんでキラキラが出るんだろう。どういう仕組み？え、これで潜って、で、これでジャンプする。あ、そういうことね。これで先に進むんだ。あ、わかったわかったわかった。やり方わかったよ。でもなんでこれ出るんだろうね、キラキラ。何ついてんだろうね、体に。さーて、また新たなエリアンやってきた。わーわーわー。え、これ、あっちへ行くのが正解だよね。このまま行けないの？行こう。ミョイーン、ダダ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 ダ、おいえ。いけるか。あ、いけた。ほう、そのまま行ったね。オッケーオッケーオッケー。行こう行こう行こう。ジャンプ。あ、でも待てよ、ちょっと。あ、の、の、どこ行くどこ行く、リンクリンクリンク、ストップリンク、ストップ。あ、あ、落ちる落ちる、あっち行け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 、とろけとろけ。あ、危ない、落ちるとこだった。やっぱ普通に行った方がいいね、こう前に道があるから。あ、これずっと飛べるわけじゃないのね。途中でこれ、回らなくなってそこで落ちるんだね、その時点で。あ、宝箱あるじゃん、取っておかないと。ドゥルルル、デクの実を手に入れた。トンネル最中に B でデクの実爆弾になるぞ。ピカッと光って目くらまし、敵の動きを止められる。そういえばあんたアイテムの使い方知ってる？下画面の、アイコンをタッチするとアイテム画面になるのよ。カーソルパッドでアイテムを選んで右の XY、ワンツーにセット。うんうんうん。わかったわかった。この辺は簡単にできますからね。じゃあ行こう。次はどっちだ？次はあっちか。ポムーン。早く早く、あ、こっちだ、あ、こっちこっち、リンクリンク、落ちないで、落ちは CR の実だからね。で、ポムーン、回りまーす。花を使いまーす。なんかキラキラ出てまーす。謎のキラキラ出てます。いけいけ、危ない、セーフ。なんかあるよ。ちょっとあんた、L を押して私に話しかけてよ。うん。あ、注目ですね、これは。そうそう、やればできるじゃん。私がこうやって人や物を飛んでいくから、L を押しなさいよ。そしたらこっちに注目できるから。遠くの人とも L を注目、L 注目を使えば話せるし、注目する相手がいなくても前を向けるんだからね。それより私が言いたいのは、そんなことじゃなくて、ちょっとこの木に来て、この木近くに来てチェックしてみてよ。オッケー、チェックしようか。ツンデレ風ですね、チャットは。チャットはツンデレ風ですな。ナビーは幼馴染系だったよね。オッケー。さっきから思ってたんだけど、あんたその姿これに似てない？思いっきし似てるね、そっくりさんね。なんか今にも泣きそうな、陰気な顔してるわね。まあどうでもいいけど、どうでもいいんかい。どうでもよくねえよ。どうでもよくないよ。オッケー。え？もしかしたら時間経つとこれになるってこと？やばいね、早く自分の姿を取り戻さないと、あんなのになってたまるか。何この世界？すごい足音。すごい、すごい足速いね。タタ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 に言うとるよ。すごいスピードだよ。あ、なんか、風車があるよ。風車かな？風車で合ってるかな？謎の風車。ほうほうほう。この部屋は何なんだ？よくわからん。よくわからないからこそ怖い。なんだこれは。何をすればいいんだ。上に上がろう。とにかくよくわからないから上に参ります。あ、謎の部屋来た。あ、な、あれあれやん、シーカーストーンかな。うん、どうも、俺シーカーストーン。君早い早いぜ。まだ何も始まっちゃいないだろ。これからいろいろ冒険してみてよ。何か困ったらまた来てくれよ。俺力になるからさ。シーカーストーンはヒントをくれるね、あれなので、よくわからなくなったらね、物語がわからなくなったらここに来ればいいんですよね。
大変な目に遭いましたね。 What? 誰これ誰、怖い、何このお坊ちゃま風な人、なん急に現れた、びっくりしたわ。完全お坊ちゃまくんだよね。私は幸せのお面屋、あ、お面屋ね。古今東西、幸せお面を求める行商人、旅の途中森で奇妙な幸人、大切な仮面を盗まれ途方に暮れていたところ、大切な仮面ってことはあれか、あのさっきのあのスタルキッドですね。あいつがつけていた仮面ですよね。あなたを見つけまして、失礼と思いながらもずっと後をつけさせてもらいました。つけてたんかい、知らんかったわなんかいろいろと仮面ついてるね、後ろに。怖えよ、何この仮面、どこに使い道があんだよ。実は私、あなたを元に戻す方法を知っているので。知っている、まさかの展開。あなたが盗まれた大切なもの、それさえあれば元の姿を戻してあげますよ。その代わり、ついでにあの高2から私の大切な仮面を取り返してもらえませんか。なーに、簡単なことじゃないですか。あなたにとって決して悪い話ではないはず。ただあいにく私も忙しい身でして、あと3日でここを去らねばならないのです。3日で？できればそれまで、それはちょっと無理難題というか無茶ぶりじゃないですか？できればそれまでに取り返していただけるとありがたいのですが、3日以内に取り返す。大丈夫、あなたはお若いのに大層勇気のあるお方だ。きっとすぐ見つかりますよ。あ、そうそう、あちらをご覧ください。そこにある奇妙な石はシーカーストーンという大変珍しい石のようです。何でも語りかければ行くべき道を示してくれるとか、何をすればいいのかわからなくなったときは頼ってみるのも良いかと。ははは、わかりました。頼りましょうよ、ぜひぜひ。ではよろしく。すごい色々と仮面持ってるね。あ、マリオの仮面あるじゃん、あれ。ねえ、これマリオの仮面だよね。これ、ちょっと見にくいかな、角度的に。これ、マリオの仮面ある、気持ち悪いいいのか、まあ、同じ任天堂だからいいのかな。 OK、 じゃあ1回目の今回はこれにて実況終了いたします。まだまだね、始まったばかりですが、面白いですね。非常に独特な世界観で、ちょっとホラー感満載ですけど、これから楽しく実況していきますので、もしよかったら皆さん見てくださると嬉しいですよ。じゃあ次回実況2回目でご会いしましょう。バイバイキーン。